はい、どうも、フメイドです。今回ですけども、明日、おそらく、新ツム情報解禁される、じゃないか、というか、されるかもしれないですね。が正しいですね。っていうところなんですけども、まあ何が起こるかというとですね、28日、明日ですね、こちら、はい、アップデートが来ると思います。なので、アップデートでアイコンが変わればですね、新ツムの、まあ、内容が分かってくるのかなと思われます。ということで、まあ、情報が解禁されるんじゃないかというところになってます。で、11月はね、サムネタイトルにあると思うんですけど、今年初のあのシリーズが来るんじゃないかというところ、もうちょっとお話ししたいんですけど、まずは、去年のお話をすると、去年はね、まさかのスターウォーズ来てるんですよ。なんでワンチャン11月あります。はい、スターウォーズあります。っていうところも伝えたいです。で、スターウォーズセレモンもね、ちゃんと来ててですね。なかなか熱かったですね。侍大将入った、スターウォーズセレモンですね。あとマスタールークも入って、最高指導者カルレンも入ってる、ガチャだったんで、結構いいラインナップだったですね。はい。っていうような感じでですね、まあ、去年スターウォーズ来てるんで、まあ、スターウォーズ来る可能性もね、まあ、ゼロではないっていうところで、まあ、11月もですね、なんだかんだ熱い感じかなと思います。はい。っていうところなんですけども、まあ、ちょっと予想やっていきましょうか。はい。まあ、まずはね、ちょっとネットの方で、はい、いろいろ調べておいたんですけども、まずはこれディズニー映画の方でブラックパンサーということで今年初のシリーズが来るんじゃないかって言ってるのはマーベルのお話です。はい、というところでブラックパンサーというね、まあ、キャラクターがまあツムとしてね来るんじゃないかというところになっております。一応マーベルツムツムの方にも登場しております。はい、で、まあ、ただね、性能的にはそんな強いツムではなかったみたいで、こういう最強ランキングとかには、まあ、全然乗ってこない、ツムというところになっております。で、一応このアップメディアっていうところのサイトなんですけど、まあ、ビジョンがね、一番強いんですけど、ビジョンはね、もう登場してるんで、第2位のホークアイですね。あとはアントマン。まあ、この上位勢が、まだ、まあ、ツム界では来てないというところなんで、まあ、この辺もね、ちょっと来て、マベツムみたいな強さをね、出してもらいたいなというところですけど、と言っても、俺、マベツム全然やったことないんですけど、はい。マベツムはね、多分ね、ほんのちょっとしかやってないですね。はい、っていうところです。あと、ブラックウィドウがね、去年だか、一昨年に確か映画やったじゃないですか。でそこで、ね、新ツムとして来なかったんで、まあ、もし、マーベツムが来るんだったら、ブラックウィドウもワンチャンあるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、マーベルがね、来る可能性が、一応、映画関連で言うとありますよと、11月11日公開というところになってますので、はい、っていうところになっております。はい、で、次、誕生日です。11月誕生日はめちゃくちゃいるんだけど、まあ、一番主要なのは、まあ、ミッキーとミニーなんだけど、まあ、ちょっと全部見ていきましょう。11月2日、サリーとマイクがね、誕生日です。11月4日、ダッフィーなんですけど、ダッフィーって新、か、ツムにならないっすよね。すればいいのにと思うんですけど、はい。まあ、映画の作品とかではないから、しづらいのかもしれないですけど、はい、一応ダッフィーがね、全然来ないなっていうのがありますね。で、インクレディブル一家ということで、まあ、でもさすがにミスターインクレディブルは来なそうな気がします。ロビンフットも来なそう。ベル。新ベルね。新しいベルって、今年来たっけなんか。来てないんじゃない？マスカレードベルとかさ、ベル野獣とかも去年のお話だし。あ、プリンセス、いやでもプリンセスベルは出なかったよね。1月に。確かにベル、まあ、誕生日関連だとベルも新ツムとして来る可能性はあるかな、と思います。はい。で、アリエル、アースラ。なるほど。アースラはね、
今年2回来てますよね。プライドコレクションアースラと、あともう1回来てなかったっけ、忘れた。来てないか。俺の記憶違いかもしれない。でもとりあえずアースラ来て、アリエルはプリンセスアリエルが来てたんか。いう感じですね。で、主要のミッキー、ミニー。で、今年はミッキーとミニーは、割と来てますよね。まあ、ミニーが来てるんか。どっちかっていうと、いちごミニーとプリンセスミニーが来てるんで、ミッキーは、キャベツミッキー以外は今年来てないかな。はい。で、去年は確か2回来てるんですよね、ミッキー。ジャングルクルーズと、そう、なんだっけ。フィルハーマジックミッキーだったかな。確か同じ年に来てるんで、去年。はい。いいとこです。ウッディバズ、ウッディバズ、リトルグリーンメン。ちょっとこの辺は来なそうだね。この前、キャプテンライトイヤー来たし、モアナ。モアナも来なそう。ラプンツェル。ラプンツェルか。ラプンツェルの新ツムはプリンセスラプンツェルぐらいか。まあ、そうなって、来るとワンチャンみたいなところもあるか。この辺もアラジン、ジャスミン、プリンセスアラジンは来ていますね。プリンセスアラジンじゃない、プリンセスジャスミンね。はい、まあ、ただジーニー来てないね。ジーニーとアラジンは来てないんで、まあこの辺もまあ一応可能性はあるんかなっていう感じですね。はい、あとアナとエルサ、うわこれ、こっちのが来てほしいわ。まだ今年来てない。マベツム、マベツじゃない、マーベルの方めっちゃ押してたけど、ちょっとアナ雪まだ今年来てね。来てるっけ？ハッピーアナ来てるか。ハッピーアナ、違うな。ハッピーアナは去年の11月だもんな。来てない今日。今日じゃない、今年。エルサの新ズムもね、エルサラ以来ずっと来てないんで、そろそろ来てほしいっすよね。こっちだ。マベツムって言ったけど、こっちが来てほしい。本命。個人的には。はい、っていうところになっております。まあ、ただ11月27日なんで、まあ、もし来るなら12月なのかなと、個人的には思います。はい。っていう感じになっております。はい。ということで、まあ、自分の予想は以上なんですけど、皆さんの予想はいかがでしょうか。はい。っていうことで、11月ね、まあ、結構、まあ強いツムが来るかって言われると、過去、いたかな、強いの。去年の11月はそんな強くなかったっすけど、まあでもスターウォーズが来てるんでっていうところがあるんでね、ちょっとね。で、他の過去の11月ちょっと見てみると、ミキプル来てる。ミキプルはまあ結構強いからね。過去はね、新ツムとしては、まあでもやっぱりミッキー系が多いですね。アニバーサリーミッキーもまあ結構強かったし。うん。っていう感じですね。まあ、11月そんな強いツム来たことないか。ミキプルぐらいか。ミキプルアニバーサリーミッキーぐらいかな。それ以外は基本的にそこまで強くなかったかなっていう印象なんですけど。まあ、でもね、今年はマジでいろんな共通が来てるんで、はい。また熱い、ね、新ツム来るかもしれませんけど、まあ、ペアツムとチャームツムのところで言うとですね、両方とも多分来ないと思います。はい。期間が多分空くと思うんで、ノーマルの何もないツムが来るかなと思います。はい。っていう感じになると思いますけども。まあ、また、最新情報を機次第ですね、動画で展開していきますので、皆さんぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。